皆さん、おはようございます。シングルマザーですけど何か始まりました。はい、この番組は、全国の子育てしてらっしゃるお父さんお母さん、そしてシングルマザーを元気にして、そして需要の少ないシングルマザーを恋愛ストライクゾーンにグイグイグイっと突っ込んでいくという番組です。はい、それが真の目的ですね。はい、覚えましたか、そろそろ。でね、昨日私ここのねワロップの夏祭りに実は行ってきたんですよ。でね、これをゲットしたんです。じゃん、これヨーヨー釣りでゲットした、縮まないヨーヨーだって。ん？あ、あ！あ、いけた、いけた！これね、初成功しましたね。昨日成功しなかった。あとね、スーパーボールすくいをやってきました。はい。これ、放送的に大丈夫ですか？こういう形のね、スーパーボールをすくいました。本当はもう一個ね、取りたかったけどね、取れなかった。破けて。うん、そんな感じです。そしてね、私ね、昨日ね、実はですね、このワロップの金曜日1時から放送している稲セレクションの飲み会に参加してきました。はい。それでね、飲み会中に2回泣きました。別に泣き情報じゃないんですけどね。はい。ほんでね、あんまり寝てないですね。の割には元気でしょ。大丈夫ですね。はい。で、その飲み会中に、1回目はね、結構ね、最初の方で泣いたからね、理由は覚えてんだけど、2回目のね、理由をね、全く覚えてないんだよね。昨日は、多分、生ビールを3杯と、マッコリマンゴーを1杯飲みました。多分ね、マッコリマンゴーが癖物だったね。マッコリマンゴーを飲んだあたりからちょっと頭が痛くなってきまして、うん、そのマッコリマンゴーのせいかなって思ってます。はい、今日のゲストは人材育成のスペシャリスト徳橋英二さんです。よろしくお願いします。はい、音楽ゲストの方がね、もしかしたら間に合うかもしれないんですけど、間に合わない場合はまた別の日に出てもらいますので、ぜひ期待しててください。